来月行われる大学入試センター試験を前、宮崎県都城市の高校で、生徒の保護者、合格の文字が入った餅などを乗せた、せーのうどんを受験生に振る舞いました。うどんの振る舞いは、大学入試センター、試験を控えたこの時期に受験生を応援し、都と城西高校の保護者が毎年行って、25日は保護者30人が午前中、授業を終えて教室から出てきた受験生に、02余りに校舎の横に張ったテントの中、うどんを配りました。うどんは、角という文字を焼き付けた餅や、いのという文字が得られたかまぼこなど縁起、良い具材が盛り付けられています。あだの人は、とても美味しかったです。守る者に、射して、第一志望の大学に合格。